会場には全国から集まった55社の美しい工芸品がずらりと並んでいます。今年は能登半島地震で被災した石川県輪島市の伝統工芸輪島塗の職人が被害を免れた作品を出品。124もの製造工程を通して丁寧に作られた食器は艶やかな光沢と絵柄のコントラストが食卓を華やかにします。目の前で作品作りを見ることもできるこの催しは今月19日までです。